はい、おはようございます。いつもの八木山動物公園スタートです。まだね、麻痺が残ってるんでリハビリです。1時間ぐらいのねウォーキングしたいと思ったんですが、まあ、家のそばを歩ってもね、やっぱりいつも同じ景色になってしまうんで、ちょっとね自転車で移動して、ウォーキングしたいと思います。まあ出かけたいなとは思いつつね、2連休なんで楽しみたいなって思いつつ、ちょっとスタートが遅れてます。とりあえず街中の方に行ってね、楽しみたいと思います。はい、東北大学まで来ました。ここの欅並木は本当に太くて、樹齢も結構いってんだろうな、3、40年は。で、あの定禅寺通りに負けないぐらいの、あの欅並木なんで、私は立派だと思ってます。はい、今日はですね、まあ、2連休の最初、土日休みなんて珍しくってね、妻もライドに行ってるんですが、私は別行動でリハビリしてます。はい、そんな感じで、梅雨入り宣言して、で全然雨降らなくてね、でいきなり夏のようになってます。すごい夏が好きなので気持ちいいです。はい、国際センター前まで来ました。いや、夏ですね。まだね、行き先とかも決めずにフラフラやってます。いいね。はい、西公園まで来ました。風が気持ちいいね。すごい公園の中が涼しくて気持ちいいな。綺麗だな。いいですね。結構走ってらっしゃる方もいますね。タイフェスティバルなんてめちゃくちゃそそられるイベントだな、これ。いいですね。はい、国分町に来ました。ぐるっと一周したので、あとはリハビリを終了して、家に帰りたいと思います。はい、今日のリハビリライドもこれで終わります。いきなり夏になった感じですけど、木陰は気持ちいいですね。風も今日はありました。まあ、少しずつね、焦らずにヘルニアの、麻痺のリハビリをしていきたいと思います。今日もありがとうございました。帰ってゆっくりします。